ウェルビーイング放送中をテーマに、視聴者の皆様の幸福度を高めるチャレンジをしてきた BS 朝日の新たな挑戦、銀のマルシェ。それはシニアが主役の新しいタイプの場。料理をする人、お茶を立てる人、花を生ける人、髪を切る人、写真を撮る人、自らのスタイルを披露すると新しいつながりが生まれ、世代を超えたありがとうが飛び交っていく。新たに生まれた生き生きとした空間、銀丸。地域に密着する放送局によって銀丸が広がっていくと、この国はもっと元気になっていく。生き生きとした未来が見えてくる。一緒に作りませんか？あなたの一歩で日本が元気になる。あなたの人生に銀のマルシェを。パワードバイ BS 朝日。